くそ、なんてやつだ。あいつももう我慢できねえ。逃げてやるぜ、何が何でも。愚かですね。ベガ様にお仕えする栄誉をこんなことで捨てるとは。うるせえ、もうこれ以上ついていけるかよ。一匹相手にできぬ私とお思いですの？俺はもうシャドルじゃねえ。こんな目も初めて食ったぜ。それでなぜシャドルを脱走しようと？決まってる。奴らのやり方、あんなやり方は許せねえ。帽子着用が規則だぞ。シャドルにいる以上私の方針に従ってもらうですよ。シャドルを裏切るとは、ね、気に入りましたわ。我が神月の触覚となることを許しましょう。触覚？ただで飯が食えるってことか。必要に応じて私の命を聞くならば。なあ、いいぜ。どいつをぶっ飛ばせばいい。カリンお嬢様。裏切りは主の器量が足りぬ証拠。この男が裏切るならば、それは私の不徳の致すところです。それでは腹立たしにこれをこなしてもらいましょう。神月流百人組手ですわ。なんだと。